はい、皆さんこんにちは、石川でございます。今日は、これからのテーマ、プラグイン販売を考えるというテーマで、今から、先に20分くらい、お話しさせていただきます。よろしくお願いいたします。で、まず簡単に自己紹介というか、はい、石川と言います。で、僕名古屋の方で株式会社ベクトルという会社をやっておりまして、まあ、主にテーマや、プラグインを販売して、生きていっておる次第でございます。で、まあ、ツイッターなどやっておりますので、よければフォローいただけると嬉しいです。はい。で、まあ、僕簡単に、2012年、もう結構経つんですけど、もう10年以上前に、ビジネスサイト向けのレスポンシブのワードプレステーマを、一般公開して、で、まあ、2015年に、まあ、今の、公式ディレクトリに、まあ、同じビジネス向けのワードプレステーマを登録して、まあ、結構皆さんにただ、使っていただいてありがたいことなんですけど、で、去年は、まあ、新しく一つブロックテーマを、公開したりしています。で、今まで、ワードプレスのテーマ版っていうのは、まあ、テーマ開発者としてはテーマをまあ開発して、で、まあ、それを有料テーマとして直接 ZIP ファイルとして売ったりとかで、うちの場合だと、まあ、テーマは無料なんですけど、テーマを拡張するプラグインの方を有料で、販売して、させていただいたりとか、まあ、あとは、ブロックエディターの機能を拡張するようなプラグインを、販売したりとか、まあ、そんな感じで、そういうプログラムを ZIP ファイルにして、そのまま売るっていう、比較的マネタイズをするのが、まあ、簡単だったかなと今まで、まあ、簡単ってことはないですけど、うん、最近に比べると、まあ、ちょっとやりやすかったかなと思ってます。で、それが最近、まあ、ちょっとマネタイズが難しくなってきたなと感じるのは、もう従来のマネタイズポイントっていうのがちょっと通用しなくなってきたっていうのが一つあって、で、今まで、まあ、フルサイト編集が始まる前っていうのは皆さんご存知の通り、カスタマイザーがあって、左にいろんな設定項目がたくさん、用意されてて、まあ、テーマ開発者としてはユーザーの方が、まあ、管理画面からポチポチってやったら、なんか思うようにいろいろ設定が変えれるっていうような簡単に編集できるユーザーインターフェースを提供して、まあ、それに対してユーザーがお金を払ってくれるみたいな、そんな関係が成り立っていたと思うんですけれども、まあ、これがフルサイト編集で、始まってしまうと、まあ、ノーコードでサイト全体が、まあ、ヘッダーとかフッダーとか今までテーマが提供する機能でしかレイアウト変えれなかったのが、まあ、自由にブロックエディターで変えれるようになったりとか、ここの部分の文字のフォントとかサイズとか色変えたいんだよねっていうのが、今までもじゃあテーマで機能で提供されてなかったら、CSS を書いてってハードルが高かったんですけど、その辺もとか余白の設定とかですね、その辺も全部、ワードプレス標準の機能でできるようになってきてしまったので、テーマの依存が、まあ、低下してきたっていうのが一つあります。こうなってくるとですね、まあ、テーマ売って、まあ、僕ら生きてきた、僕らというか、まあ、僕は生きてきたんですけど、結構マネタイズポイントが、まあ、消えちゃったよみたいな状態になるんですね。で、結構死活問題なんですよ、売れなくなっちゃうとマジで。 で、でもう一つは、独自のブロック拡張に、もうこれもマネタイズの効果が減ってしまったっていうのがあります。で、初期のブロックエディター始まった頃 5.0 からですね、は余白の設定機能もなかったですし、で、まあ、今でこそグループブロックとか画像ブロックに、ね、線がつけれるとか色がつけれるとか画像を丸くするとかっていう機能あるんですけど、その辺もなかったし、でレイアウトも高度なレイアウトって組めなかったから、それができなかったんで、昔はその画像とタイトルとテキストみたいなメディアブロックみたいなのがあったりして、そういう特殊なレイアウトを作る用のブロックとかを独自で開発してたんですけど、このあたりもワードプレスのコアが進化することによって、全然なんていうのかな、ワードプレス標準機能でできるようになってしまったと。で、いろいろ機能を拡張、まあ、例えば余白をコントロールする機能とかっていうのは僕らも、作ってるプラグインで実装してたんですけど、まあ、その辺もコアの方に実装されてしまうようになったと。で、そうなってくるとまたマネタイズポイントがここで消えてしまったよみたいな状態になったりします。
で、まあ、そういうのに加えて、一旦そのブロックとして僕らリリースしてしまうと、もうこれってこのブロックの機能ってコアのブロックで組み合わせてるからもうブロックいらないよねとは思いつつもそのブロックを使っちゃってる人がいるから、継続的に一応メンテナンスはしないといけないっていう負荷が発生したりとかで、まあ、そういうあのコアがどんなワードプレス本体がどんな機能を追加しているのかっていうのをちゃんと細かく追ってないと同じ機能を裏で、まあ、あのじゃあ一個じゃあこの機能を作ろうって言って内部で作ってたらよしリリースだって言ってその次にのワードプレスのアップデートで同じ機能が入ってきたとかってなっちゃうと本当に無駄になってしまうので、そういうのも全部、追っていかないといけなくなったっていうのがあります。で、もう一つはワードプレスが最近あの出力する CSS ってもう今かなり複雑になってきてると思うんですね、まあ、CSS 書いてる人はあのすごく感じてると思うんですけど、昔はどっちかっていうとその HTML でサイトを作りましたで、ページそのページに対してワードプレスっていうシステムを組み込むみたいな、ニュアンスだったと思うんですけどでそうすると、まあ、別にその CSS が干渉するみたいなことっていうのは昔は全然なかったんですが最近のワードプレスの方向性としてはもうむしろ CSS とか一切書かなくても全部自分あのノーコードでいけるようにっていう方向で来ているのでかなりワードプレス自体が複雑なものに CSS を吐くようになってきています。で、まあ、多分テーマ開発してる人とかカスタムブロックを、まあ、汎用のカスタムブロックを開発してる人っていうのは まあ、あんまり多くはないと思うんですけど、結構この問題をひしひしと、辛いなと思ってる人も多いんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、この辺としてはまあ、ね、まあ、ノーコードでいろんなところを自由に編集できるっていうこと自体はやっぱりすごく便利なことなので、まあ、ワードプレスの進化の過程としてはまあちょっと避けられないポイントではあるんですけど、で、まあ、こういった感じで、フルサイト編集機能は、どんどん発展してくるとユーザーにとってはまあ、便利な機能だなとは思う反面、まあ、テーマとかプラグインの開発者がマネタイズのポイントとしてきたポイントに、ところに大きく影響するので、まあ、従来型の、まあ、テーマのレイアウトを制御したりとかっていう機能で、を付加価値としてテーマを販売してマネタイズするっていうことが、まあ、ちょっと難しくなってきたっていうのが現状です。で、今後のテーマ関連のビジネスについてなんですけれどもまあ、どうやってじゃあその辺の今までの付加価値が消えてしまったところをどうマネタイズしていくかっていう部分でまあ一つ一番簡単なのはあのブロックパターンによる差別化っていうのがあってまあブロックパターン自体はテーマの方に持たせることもできますしでまあただブロックパターンいろいろテーマに持たせてそれがいいですよってアピールすることはできるんですけどパターン自体は実際ユーザーの人で作れないわけじゃないんですね。その今までみたいに、レイアウトを変えるため機能を追加するためにはもう PHP とかすごく詳しくないとできないとかっていうことがなくって、一般の人でも別に作れないことはないので残念ながらちょっとマネタイズのポイントとしては若干弱いのかなとは思います。で、もう一つグローバルスタイル、まあ、グローバルスタイルあんまり使った人いないんじゃないかなと思うんですけど、ワードプレス 6.0 から 6.0 からの機能で、まあ、標準の2023とかだとこの画面見たことある人多いと思うんですけど一つのテーマなんだけど同じテーマ内で違うデザインのバリエーションを提供することができるっていう機能が、あります。なのでこれによって、まあ、こんなバリエーションが作れますよっていうテーマですよっていうのは、まあ、一つのセールスポイントとしては使えるのかなと思います。で、まあ、こういったブロックパターンであったりとかグローバルスタイルバリエーションっていうのは、一応ユーザー自身でこの辺って操作できることはできるんですけど、まあ、デザイン面でやっぱりきれいに作ったプロの、クオリティの高いものっていうのは、まあ、付加価値が高いっていうのは一つは確実に言えるので、まあ、このあたりはワードプレスの新しい拡張性とマネタイズのポイントになると思います。で、僕らの場合は、フルサイト編集の前は
無料でテーマを、テーマのライセンスみたいな形でテーマは無料で販売して、無料で使えるようになっていて、その機能拡張のプラグインとブロックの拡張のプラグイン、それとサポートですね、サポートを合わせて、年間でサブスクリプションのライセンスで、やっていました。で、ただこの方式だとテーマの依存がちょっと、今後、ブロックパターンだと、ブロックフルサイト編集になると、ヘッダーフッターも全部触れるようになるので、テーマの依存が低くなってくるので、そうするとテーマの機能っていうもので売っていたものがなくなって、ちょっと先ぼビジネスとしては先細りしていってしまうと。でパターンだけ販売するのも、パターンも、いやパターンってでも僕らで自分で作ろうと思えば作れるしねみたいな人って結構多いと思うので、そうなってくるとそれだけで売るのもまたそこもちょっと厳しいっていうのもあって、で僕らとしてもいつまでもクラシックテーマだけで商売をするっていうのも難しいっていうので、ブロックテーマも作らないといけないので、そういったところもあって、最近は今までの、商品にプラスして、ブロックテーマも一応開発しつつ、あとは、プレミアムパターンというもう一個はランクの高い、なんていうのかな、クオリティの高い、パターンが、ちょっと課金ユーザーには使えますみたいなパッケージで、販売をしています。で、それを加えたことによって、一応今までのユーザーさんとしてはクラシックテーマも使えるし、新しいブロックテーマも両方試すことができるっていうようなパッケージにしています。で、でクラシックテーマがもうライトニングってちょっと ちょっと古くなっちゃったよねみたいな、もうなんかワードプレスの標準のテーマでいいじゃんとか、フルサイト編集のテーマがいいよっていう人が離れていっても、パターンをいろんなそのクオリティの高いパターンが使えるからっていう、価値を今までのユーザーに提供して、そのまま継続でちゃんとユーザーとして残ってもらうっていうのをやっています。で、パターンによって、また新しいお客さんとかが、ついてくれるといいなというのが、思っていて、そんな感じなのでパターンは結構重要だなと思っています。で、そういう意味もあって独自のブロックパターンディレクトリを公開しています。いろんなパターンが用意されてて、それをコピーして自分のサイトに貼り付けるとそのページがすぐにペッて立ち上がるような感じで、で wordpress.org にも、同じような、サイトはあるんですけれども、これなんで独自のパターンディレクトリ作ったかっていうと、コアのブロック、公式のパターンディレクトリは WordPress 標準のブロックしか使えないのと、カスタム CSS も使えないので、ちょっとクオリティの高いパターンが使いにくいというのがあります。で、あとブロックパターンってそのテーマの決めた文字のサイズであったりとか余白のサイズと関係、すごく密接に関係するので、パターンディレクトリで他のパターンディレクトリから持ってきたパターンを貼り付けてうまくきれいに揃うかというと、そうではないので、そういう問題もあったりします。で、あとは公式ディレクトリにいくらパターンを登録しても僕のお金にならないという問題があるので、マネタイズのためには自分でパターンディレクトリ持たないといけないかなとは思います。で、そういうところで、じゃあどうやって付加価値をつけるのかという付加価値のポイントなんですけれども、今うちで追加したプレミアムパターンというのは、前提として、課金ユーザーだけに使えるようにしてあるんですけれども、ワンランククオリティが高いものをなるべく提供しようと思ってやっています。で、すぐに使えるパターンということで、いろんなレイアウトのパターンとかって、たくさん配布されたりしてるんですけれども、やっぱり一般のユーザーさんにとってはページ作るときにどんな構成をでどんな文章を入れたのがいいのかっていうこと自体が想像できしにくいので、その業種ごとに応じたものを使ったり作ったりしています。なので例えば建築会社さんの実績紹介ページとかサービス紹介ページならそれ用のページっていうパターンを全部作ってすぐに貼って作れるようにしています。で、エンドユーザーの人にとってはそれを自分のビジネスに合うように必要な文章だけや写真だけ差し替えれば使えますし、
受託の制作しているフリーランスの方とかは、まあ、それをベースにしてクライアントさんとかを打ち合わせるとクライアントさんにとってもイメージが湧きやすいのかなと思います。で、あとお気に入りの登録機能というのを使っています。でパターンうちのパターンディレクトリもどんどんたくさん増えていくので、後から見つけにくかったりするので、まあ、それをお気に入りとして登録して、それを後から呼び出すことができるようにしています。これも、課金ユーザーだとそういう機能が使えるみたいな。で、まあ、お気に入りに登録したパターンも自分のワードプレスのサイトから連携して、パターンディレクトリのサイトに行かなくても使えるような、機能を提供しています。でまあ、そういった感じでやってるんですけど、まあ、テーマビジネス自体がもうダメなのかっていうと、まあ、でもそのさっき言ったみたいにパターンとテーマのスタイルの関係ってやっぱり重要なので、テーマ自体の設計基本設計の重要性というのは実際にはかなり高いです。で、ユーザー自体なんだろう、フルサイト編集すごいいろんな細かい、設定ができるんですけど、じゃあそれを使ってでできますかっていうとそうではないんですね。イラレとかフィグマとかってめちゃめちゃ機能があるけど、めちゃめちゃ機能があるからって言っていいデザインのチラシとかものが作れるわけじゃないじゃないですか。だからこの辺はもうワードプレスも一緒なので、そういうのを簡単に使える状態で提供するっていうのは一つのマネタイズポイントだと思っています。あとレスポンシブの対応がウェブありますよね。1個の画面サイズだったら、それなりにページは構成できると思うんですけど、それが画面サイズに応じて可変してってなると一般の人だとやっぱりちょっととっつきにくいのかなと思います。はい、なので、まあ、ブロックパターンと組み合わせると、まあ、それはそれでまた新たな価値として提供できるんじゃないかなと思っています。であとプラグイン販売のビジネスに関してなんですけど、まあ、実際こっちは正直僕はかなり苦戦しています。でなんかこれ良さそうと思って、調べるともう他の人が作っていたりとかっていうのはもうザラな感じですね。で、まあ、例えばその Google の仕事検索に、表示するようなプラグインも作ったんですけれども、まあ、これも実際全然有効インストール数も伸びていなくって、絞り込み検索のプラグインも作ったんですけど、まあ、これは一応採算レベルには載ってるけど実際もっと売れると思ってましたでこれ海外向けで、売ることを前提として、開発してたんですけど、なんでワードキャンプアジアとかマレーシアとかで結構露出を増やして、やってみたんですけど、今のところはちょっと効果が全然出てないかなっていう状態ですね。はい。であとはその、まあ、フルサイト編集になることによって、まあ、今までクラシックテーマで、なんか PHP の if 文とかで条件分岐してたものに対して、まあ、それをじゃあフルサイト編集でどうするんだっていう問題が出てくるんで、まあ、そういうことが実現できる、プラグインとかも、作ったんですけど、そんなにっていうか、そうですね、全然伸びてないですね。伸びたらそれのもっと複雑な条件分岐もノーコードでできるようなプラグインを有料版と思ってたんですけど、それも、伸びずっていう感じですね。はい。であとは何ですかね、感覚的に昔よりもこんなプラグイン作りましたみたいなことを言ってもちょっと以前より拡散されにくくなったかなっていうのはちょっと僕は感じています。でまあ、とはいえプラグインとか、まあ、ウェブ自体が、今今年で言えばチャット GPT が出てきたりとか AI の進化とか新しいものっていうのはどんどん出てくるので、それと組み合わせて新しい、今までなかったものを作れるっていう可能性はあるので、そこは注意していくといいんじゃないかなと思います。で、ブロックパターンについては、まあ、コアのパターンが、まあ、どんどん、コアのブロックの性能が良くなってくるのと、まあ、もうすぐリリースされる 6.4 から入るデフォルトテーマもすごくいい感じになりますし、まあ、それを前提としたブロックパターンとかは、まあ、パターン1個から作り始めることができるし、デザイナーでそのプログラム強くないよっていう人もそういうブロックパターン自体を制作することはできるので、そういうのから始めていくのも一つの手じゃないかなと思います。はい、でなので、まあ、そういうパターンとか作ってそれをちょっと配布して定期的に SNS に配信したりとか、そういうのでちょっとずつ、認知度を上げてビジネスにつなげていくっていうのもあるんじゃないかなと思います。で、それで、まあ、ちょっと浸透してきたらプラグイン化して販売するとか、
僕らがやってるみたいなパターンの、ライブラリサイトを作って有料会員制にするとかっていう手段もあるのかなと思います。なので、であとパターンってテーマとかと違ってアップデートに左右されないので、もう使ってもらったらもう手離れ OK みたいなそういう便利さはありますね、はい。なので、結構、こういうことを取り組んでいくと今後開発者として認知もされやすくなるし、受託メインでやってる人も新しい未来につながっていくかなと思うので、ちょっと簡単ではなく継続的な努力は必要にはなっていくんですけれども、いろいろやり口はあると思うので、そういうのを今から皆さんで一緒に考えて方向性を探っていて意見とか聞けたらいいなと思います。はい、ありがとうございました。はい、これはもういいのかな。はい、このセッション参加されてる皆さんで現在プラグインの販売とか、テーマとプラグインとかの販売とかされてる方ってどれぐらいいます？ぼちぼち。これから販売してみたいなみたいな思ってる人とかっています？お、これもぼちぼち。販売とかで問題点を、問題、それは販売してる人かどうなんだろうな。販売されてるテーマとかプラグインを使ったことある、使っていますっていう人、3人4人ぐらい、お、結構いる結構いる。こんな感じで結構いらっしゃるようなので、じゃあみんなでちょっとパネルディスカッションをしていきたいと思うんですけども、はい、どうしようかな。なんか石川さんセッションした上で聞きたいことってあります？聞きたいこと？それは、うん、他にもいるし2人。りょうさんどうするみたいな。もう始まってる。もうここから。はい。こんな感じで。どうする？まあ、じゃあちょっと。始める前に、はい、皆さん自己紹介からいきますか。自己紹介からいきましょうか、はい、じゃあ阿久津さんから。はい、こんにちは。株式会社 MGN というウェブ制作会社で、サイトを作ったり、あと、プラグインの販売をしています。パターンプラグインの販売ということで本日ちょっとこちらで参加させていただきます。よろしくお願いします。ありがとうございます。次、りょうさん。りょうと言います。よろしくお願いします。僕はワードプレステーマとプラグインを開発して販売して生活してて、基本は有料テーマがメインで、ちらほら有料プラグインも販売してみたりとか、無料のテーマプラグインとかも配布したりとかして生活しています。お願いします。お願いします。じゃあ改めて石川でございます。週末はサップに乗って遊んでいますぐらいの感じで、ちょっとだいぶ黒くなりましたねそうですね、毎週海とか行ってるんでだいぶ黒くはなってますね、はい。ライフバランスも必要ですから、ね、はい、はい、ありがとうございます。でファシリテーターやらせていただいてます、トダです。よろしくお願いします。じゃあ質問、早速質問入ってきたいんですけど、はい、ブロックテーマ販売プラグイン販売ってどんどん変わってきてると思うんですよね、年々。で、先ほどのセッションでも石川さんが、言われたように、FSE、フルサイト編集が来たことによってまた形が変わったと思うんですよね、で、お三方から見た中でプロダクトだけでやっていくことは可能なのか、実際量産をされてたりもすると思うんですけども、受託とプロダクトを並行するべきなのか、それともプロダクト一本に絞るべきなのかとかって何かありますか？難しいですね。プロダクトだけでやっていくことは別に可能だとは思います。で、ただ、僕もうちも最初は受託でスタートしているので、で途中からプロダクトだけになってるんですけど、逆にプロダクトだけでやっちゃってるがゆえに現場感がちょっと感覚が薄れている
現場での使われ方っていうのが、うん、実際に自分でサイト自体を作らなくなったので、うん、そういう意味で本当は並行してやってた方が、やっぱり制作者の目線でこれが足りないっていうのがより早くキャッチできて改善できるっていうのはあったので、まあ、難しい、まあ、できれば本当は両方やってた方がいいんだろうなとは思います、うん、なるほど。じゃあプロダクト一本でやってる亮さんに行く前に自宅もやりつつ確かプロダクトを持っている阿久津さん。はい、そうですね、実はプロダクトでやれたらいいなって思いつつ、正直やれるほどは売れ行きが確保できなくて、で売れるためにやるにはすごいコストがかかるっていう不安もまだ持ち続けてて、ってなるとやっぱり受託がある方が安心なんですよね。やっぱり、うん、お金やっぱりプロダクト売れない限りどん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 手持ちのお金が減ったりとか、あればなかったらね明日のご飯どうしようってなってしまうので、となるとやっぱり受託、私は会社でやってるので別に受託で作ってくれてる人たちがいて、それのおかげで安心して開発とかメンテができてるっていうのがあるので、やっぱりそうですね、受託という安心感は助かるなって思います、うん、ただプロダクトでだけで生きていく世界も素敵だなとも思ってます。なるほど、どっちも一応言ったんすよね、じゃあプロダクト一本でやってるりょうさんどう思いますか。僕もね、なんて言うんだろう、受託した方がいいというよりかは、その実際にワードプレスのテーマとかプラグインを何か今あるものを使っていて何が不便と感じるかをまず分からないと、その今ユーザーさんたちが何に困ってるかが分からないから、まあ、販売するってなったらそれを解決できるから販売できるわけで、うん、それをしようと思ったら、まあ、制作向けの何か製品を作るんだったら自分で受託ちゃんと現場の感覚を持ってないとダメだし、僕の個人的な、まあ、ワードプレステーマはブログ向けで販売開始したんですけど、それも、自分がブログを書こうと思った時にその当時探してもなんかしっくりくるのがなくて、どういう点が使いにくくてどういうことがあれば使いやすいかみたいなのを実際に自分でブログをこうワードプレスでやってて感じてたことをクリアできるように作り上げたみたいな感じだったんで、なんかいきなりプロダクトをなんか売るぞっていうのは多分絶対に成功しないかなとは思います。なるほど、まあ、自分が抱えてるペインポイント悩みを解消したいから作ってみようみたいな。最近はどうやって動向を追ってるんですか。最近はまあ、定期的にワードプレスのアップデートが来ちゃうんで、まあ、コア の, そのグーテンベルクメインなんですけど、ブロックエディターがどんな開発進んでるかをその GitHub っていうコアの開発チームの何て言うんですか、まあ、開発の現場のやつあるじゃないですか、あそこ見ながら、まあ、新しい情報を追ってこういう新しい機能出てくるのかとか、次はここが変わっちゃうのかとか、そういうのを、まあ、あとはそういうのに詳しい朝喋ってたここで喋ってた浜野さんという人にちょっと依頼をしたりして、まあ、詳しい人にアドバイスもらいながらとか、うん、一番注意すべきところどこですかみたいな、やばそうなとこちょっと先教えてくださいって言って先手を打つみたいな感じです。ユーザーフィードバックとかどうですか。ユーザーの声とか結構回収してます。ユーザーさんの要望もそうですね、しっかり目を通して、特に初期の頃、売り出しの頃とかはどんどん機能追加していかなきゃダメだったんで、もうユーザーさんの要望とか全部リストにまとめていって、まあ、でもその自分の商品の軸にこう照らし合わせてこの機能はまあ必要な人も何人かはいるけどつけるべきじゃないとかっていう判断はなんか自分の中で軸持つのは大事かなとは思いながら見てはいます、うん、結構大変ですね両軸から、はい、まあ、プロダクトで今やってる亮さんはそういう軸でやってる中で、じゃあ受託もやっていてプロダクトでやりたいなっていう願望がありながらも受託をやってる
阿久津さんどうやってその動向を追ったり、まあ、受託で追ってる部分もあればフィードバックどうやって取ったりとか。あ、そうですね、実は私たちはブロックパターン販売してるんで、ブロックパターンで実はユーザーフィードバックがあんまりないんですよ。というのも挿入された以上、うん、あ、もちろんこういうパターン欲しいとか、あの不具合があったら助け、あのそういうのとかあるんですけど、なんか他の機能のプラグインに比べて割とないですね。なんかなのでそういう意味ではユーザーのフィードバックは少ないという意味でなんかないですね。でもあと私個人の話なんですけど、実はプロダクトやってた時にはずっとプロダクトだけをやってるチームとしてやってて、受託は全然やってなくて、この間久しぶりに受託戻ったんですけど、現場の感がもう全然違くてもうびっくりしましたっていうので、両方交互に並行してやった方が一番いいんだなとは感じましたね。やっぱり片方だけだと寄っちゃうっていうか、エゴというか何かが出ちゃうっていう感じで。なるほど、ありがとうございます。石川さんどうですか。もう受託今は基本新規は全然やってなくて、うん、昔 の保守メンテだけはやってますけど、うん、まあ、それも順番に切ってきたんで、まあ、ほとんどやってないですね、うん、だからなんだろうな、僕、まあ、会社としてやってるんで、受託でやるとどうしてもやっぱり締め切りが発生するので、うん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 、そうなると社員さんにじゃあごめんちょっと残業してみたいなことが発生するじゃないですか。だからそこのコントロールが自社開発だと全然融通が効くんで、うん、まあ、そこは一番ありがたいところだなとは思いますけどね。はい、ちなみにそんな中でどうやってそのユーザーのニーズを追ってるというか、自分らのアップデートをどう、まあ軸を持ちつつもだと思うんですけども、どうやってそのフィードバックを。大体は一応毎月1回そのオンライン勉強会だったりとか、うんうん、アップデート情報を配信して、ちょっと感想会みたいなのをやってるので、うんうん、でその時にこのパターン今度作ってくれたこの機能いいですよねとか、でもこの辺はちょっとこういう機能追加してほしいとか、こういうパターン欲しいとかっていうのは、上がってくるので、まあ、それを参考にっていうのもありますし、両方ですね、まあ、そういうユーザーフィードバックもあれば、いろいろサイト見てて、あ、ちょっとこういう機能いるよなって思って実装するところもあるし、両方ですね、はい。なるほど。ちなみにこの中でそういうイベントとか勉強会に定期的に参加してるよっていう人はどれぐらいいます？ほう、逆に勉強会に参加されてない方はどうやって情報を追ってる？ SNS とかじゃないですか？分かんないですけど。確かに確かに SNS。お三方 SNS も参考にされてます？うん。すいません、お二方のつぶやきをめちゃめちゃ参考にさせておいて、他の登壇の方も含めて。これね難しいんですよね。はい、ツイッターとかはあんまり見ない、日によって違うんですけど。うん、こう開くと多分ね、りょうさんとかね、なんかね、機能とか実装したとかツイートが流れてくるんですよ。北島さんとか、あれへこむんですよね、見るとうわこの人たち頑張ってるって、俺サップなんか乗って遊んでる場合じゃねえよなってね、遊びに行ってもね思っちゃうんですよ。だから、まあ、そういう意味で影響されないようにもう自分でこれが必要だと思ったものを淡々と実装していく。なるほど。でも見てはいる、見るときと見ないときがあるんです。だからこっちで何か作って、よしドヤーって放出する。宣伝したいときにね、一緒に見るみたいな。そんな、そうそう、だから精神安定性を保ってます。SNS は結構エゴサを、うん、まあ、最近あんまりしてないんですけど、結構、頑張ってこう売り出さなあかんぞというときはめちゃくちゃ見てやってたんですけど、その石川さんがおっしゃる通りで、他の開発者さんのツイートとかってやっぱ焦っちゃうから、定期的にこう開発に集中したいときはもう片っ端からミュートして結構やったり引っ張られますね、気分が。やっぱなんか自分ではいらんと思ってた機能とかがなんかあっちもこっちも実装とかし始めたりすると、あれみたいなつけた方がいいかとか引っ張られたり、そっちにもあるし、
まあ、気分的に焦るとなんか日々の開発が、うん、そう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 。阿久津さんは SNS は、私はあのブロックパターンだけを使ってるんで、そういう追いつかれた追い抜かれたが、うん、作ってた時はないです、うん、でも正直あの先ほど石川さんのセッションにも言ったんですが、ブロックパターンをいっぱい排出されていらっしゃる、うんうん、うわーってうわーしかないですね。あのもう最初は恐怖ですよ。でもう恐怖を超えて、あもう石川さんのとこが全部出してくれている、石川さんのとこに乗っかろうかなという気分には なっちゃいますね。なるほど恐怖と感じられてるらしいですよ石川さん。難しいですよね。言うてじゃあそれでうちが儲かってるかっていうとそうでもないですからね、マジで。まあ、でもその提供しているクラシックテーマとブロックテーマのユーザーは結構それを使ってる方も多いだろうし、パターンはまあでもあの評判はいいですねやっぱり、うん、すごくあの立ち上げサイトの立ち上げがすごく早くできるっていうので、喜ばれているっていうのと、あのたまにちょっと小ネタ的なパターンを、あの出したりしてそれが受けたりはしてますね。その時刻表用のパターンとか、うんうん、タイムテーブル用のパターンとか、うん、こんなのパターンでできるのみたいなのがたまにあのスタッフの人から上がってきて、そういう面白さはまあありますけど、うんうん、独自のね、日本独自のパターンとかあるとみんな喜ばれたりしますもんね。じゃあさっきのセッションでもパターンは差別化するためのポイントになるかっていう話あったと思うんですけど、まあ、その中でも阿久津さんパターンを提供されています。で石川さんもそのご自身が提供するテーマの中に入っていたり、まあ、テーマユーザーにあったり、あとリョウさんもパターン出してますよね。そうですね、うん、片方の2つワードプレステーマ出してるんですけど、片方のテーマ用に出してます、うん、いやその中で改めてお三方が考えるそのパターンの可能性、それ差別化ポイントになるかどうかっていう問題と、今後このパターンってどう進化していくのか。さっき話があったようにそのパターンをじゃあ入れてひょいだけで済むんだったら、どうやって差別化を作るのかっていうのと、そのパターンだけになっちゃったら同じようなものが生成されるだけになるんじゃないかっていう恐れもあったり、カスタマイズ性がどこまであるのかとかって大事だと思うんですよね。パターンの可能性ってどう考えてます？吉川さん。可能性っていうよりは、まあ、問題点として貼り付け、そのパターンを見て、あすごいめっちゃこのデザインいいじゃんって言ってバンって貼り付けたはいいけど、これ実際じゃあその人が編集しようとした時に編集しにくさがものによってあるっていうか、やっぱり見栄えが良くなるように僕もカスタム CSS でガーンってちょっといじったりすると、やっぱりあの CSS 分かんないよっていう人は、えこれどこでどうやってんのみたいなのになったりとか、まあそもそもの構造が複雑だから変え方が分からないとかっていう問題はやっぱりちょっとどうしても出てきてしまうので、そこは難しいポイントだなとは思っていますね、うん、なるほど。なんか阿久津さん。そうですね、パターン、あの喜ばれるんですよ。でも多分その制作者だとしたら使ったお客さんが、でもうちの色が欲しいっていう、ちょっと変えたいなみたいな感じの要望はやはりあるようなんですけど、パターンってゴリゴリもうこの形に収まるようにっていう感じでやっぱり作っちゃうんで、それをちょっと変えるっていうのがとても、そうカスタマイズがさっき石川さんもおっしゃってたのに難しいっていうのと、逆に変えるためにそのブロック選択をしないといけないんですよ。なんかタグで言うとすごく余計なタグとかいっぱい入っちゃって、それでわーっていう気分にはなってます。でもそうですね、差別化になるんですかね。ごめんなさい、自分も。りょうさんどうですか。僕は前ちょっと軽くみんなでミーティングした時に、パターンって別に差別化ならないんじゃねみたいなことを言ってしまったんですけど、なんだろう、パターンはもちろん今後のブロックテーマにおいてめちゃくちゃ重要な要素で、もう必須要素になってくるとは思うんですけど、逆に言うとじゃあもう今後多分ブロックテーマ作る人たちってもう絶対パターン出してくるし、でブロック対応のテーマがどんどん同じようなブロックをみんな開発していったように、パターンで見てもなんか同じようなパターンがいっぱいあったりとかっていうのを
を考えると、なんかパターンだけで差別化しようとするとやっぱりしんどくて、で、まあ、スライドの中にもあったんですけど、結局パターンを置いた後にじゃあそれ使いやすいんかどうかとか、まあ、コアのブロックだけじゃまだ難しいことを解決するためにいろんな機能がテーマの中にまずあって、でそれらをもう踏まえて、なんかパターンもテーマのそのいろんなコアに対するアプローチとかを踏まえたセットでやっと差別化ができるものだと思うんで、結局はそのなんだろう、テーマの設計次第というか、ブロックテーマになるともう全部がブロックでいじれるからっていうことは、もうそのブロックをどう扱うかの設計をどうするかとか、まあ、UI をもうコアブロックに全て委ねるパターンもあると思うし、もう逆にブロックテーマまで来たらクラシックテーマじゃやりづらかった、めちゃくちゃ尖ったよう なんか設計思想を持ったテーマの方が僕は面白いんじゃないかなと思って、ちょっとそっちとかにチャレンジしたいなとは思ってます。面白いですね。そうやってパターンの今話してきたんですけど、じゃあパターンの差別化ってなり得るのかっていう疑問は持ちながらも、でも今亮さんが言ったようにパターンって必須条件になってくるんじゃないかっていう声は結構あると思うんですよね。このパターンって受託の世界でどうなるのかって考えられることとかってあります？そのパターンが発展すると、まあ、いわゆるエンドユーザー側、まあ、我々ワードプレスを使う側が、あ、これいいな、じゃあコピーして貼り付けようって、でどんどんサイト作っていく人が増えていくと思うんですよね。で、まあ、ライトユーザー、まあ、よく言うライトユーザーもそれで、あ、この見栄えでいい、よしってなる人もいれば、受託でそれを使って受託をする人もどんどん出てくると思うんですよね。パターンって受託をなんか促進というか伸ばすものなのか、それとも受託自体がそのパターンがいっぱい出てくるとなくなっちゃうのか、どう思います？使い方次第ですよね。だから、あの、早く乗っかってそれで手早くちゃちゃっと作ってっていうふうなことをやれば、あの、利益が出るし、今まで通りやってたらどんどん食われていくことになっちゃうし、よし悪しですよねってね、うん、お二人どうですか？どうです？私は、5年ぐらいは私受託でやっていくとしたら、やっぱりさっきも言ったんですけど、うちの色にしたいということで、結局コードでゴニョゴニョして力技でパターンを変える力は必要なんで、それで食べていけるなとは思ってます。ただほら AI とか賢いじゃないですか。だから5年後は分かんない、5年から10年先はそこの部分を賢いコンピューターがやってくれて、ね、いらないって言われるのかなともちょっと考えてます。なるほど。僕はパターンを、まあ、みんなが自分で用意すればいいんじゃないかなとは思って、その制作者さんがどうなるかってことですよね、今の話題って。受託が、ね、残るの、受託を促進するのか、うん、受託がこうなくなるのかっていう、なんかその例えばベクトルさんの、ブロックパターンがめちゃくちゃあって、それをまず網羅してお客さんの要望を聞いて、あ、じゃあこういうのありますってつなげれる、その知識をまず持っとくだけでも多分アドバンテージになるし、うん、あとはこうお客さんとやり取りしていく中で、その公式のところが出してくれてるやつ以外に、まあ僕ら開発者がコアのやつじゃ物足らんなって言って追加してるみたいなことを、それぞれのなんか開発者の人たち、制作の人たちが、まあベクトルさんのテーマ使った時用のちょっと追加のパターンうちで用意しとこうとか、なんかそういう感じで拡張をさせていったりするのも、うん、ありなんじゃないかなとは思います。ちなみにここのダンジョンにいるお三方、それぞれパターンも提供しているじゃないですか、まあ、パターンで手一本でパターンをプロダクトとしているパターンもあれば、テーマに付属しているお二人、あのワードプレスのコアに入っているパターンって、そのどのテーマになっても横断的に使えるよっていう思想で結構あるじゃないですか。コアに入っている方はもうお三方が提供しているものって
テーマが変わった時にどうなるかっていうリスクもあったりするじゃないですか。え、いや、コアに入ってるパターンも無理っすよ。まあ、彼らとしてはどのテーマに行ってもなるべく行けるようにしますみたいに言ってる。潰れはしないというか。そう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 。見た目はね、ぐちゃぐちゃなるけど。そう、だから その辺は多分どっちもどっちですよ。僕らもまあ、今だったらその標準の TT3 とかでも、なるべく崩れないようにを前提に作っていて、うん、で、まあ、TT3 対応のテーマもパターンも普通に登録してるし、うん、でも対応とは言っても、まあ、ちょこっとバランス的には微妙かもねっていうのは、まあ、どうしても生まれてしまうし、まあ、その辺のテーマごとの調整っていうのは、まあ、どうしても発生しますよね、うん、まあまあまあ、それがそのいわゆるプロダクトとしての強みみたいにもなりますね。色だったりとか強みとか、うん、そうですね、うん、でもユーザーに自由を与えるって考えた時には結構難しい部分でもあったり、ちょっと難しい話題ですけど、だってその自分の提供しているテーマにいてほしいけれども、ユーザーのニーズって例えば1年2年5年とかって見ていくと変わるかもしれないし、最初ブロガーで始まったけどブログからメディアになることもあるかもしれないし、メディアになったけどコーポレートに行きたい、コーポレート、うん、コーポレートじゃない、もうちょっとなんか違う形にしたい、最初はこのテーマでやりたかったけど途中からコアとして持つテーマは違うのに変えたい、でもこのパターン好きだったけどこのテーマに移行しようとするとこのパターンが使えなくなるとか出てきちゃうじゃないですか。もう自作すればっていう。もうみんなもどんどん、それはね無理じゃんっていう。まあ、テーマ用に作るものってテーマ内に載っけてるブロック使っちゃったりとか専用のブロックを使って組むことも多分多いから、そういうのはもうどうしようもないですよね。うん、なるほど。その辺ね迷うんですよ。いやだから、うちの場合はブロックに関してはプラグイン化してるんで、まあ、テーマを変えてもそのまま使えはするんですよね。でただそのブロック自体もやっぱり使いたくないっていう人も世の中にはいて、だからじゃあブロックパターンを、じゃあブロックパターンっていう製品として付加価値で売るんだっていう話だったら、うちのなんだろう、ブロックプラグインを使わずにコアのブロックだけで、やった方がいいんじゃないかっていうところもあったりして、でもうちのブロックを使っておいた方がユーザーはキープできるよねみたいなところは、まあ、運営としての、ね、そうそうそう、思いもあれば、どっちもそのキープした方がいいのか、コアキープはしないけどでもコアによって、うちの製品を嫌う人が逆に使ってくれるようになるみたいな。難しいですね、どっち優先するべきかとね。そうそうそう、どっちもどっちで、だからどうなんかなみたいなのは日々思いますね。なんかありますか。そうですね、コアのだけで作れればいいんですけど、うん、難い、まあ、自分が作ってた自身ではちょっと難しいかなっていう面がやっぱり、なんかまず日本向きじゃないなとか、うんうん、ちょっとねここやりたいけどやれないとかがあったりはしたんで、どうしてもやっぱりそうすると取り回しのいい、うん、別の会社さんが作ってくれたブロックを使って組み合わせていくっていう方がやっぱユーザーさんにとっても多分細かいところにちょっとは手が届くのかなって思ったりしますけど、でもまあねコアもね、あらゆる人がどこの国でもどんなものでも使えるようにっていう風に進化はしてるのをすごい感じてるので、1年後はもう私コアで作ってます、コア最高って言うかもしれない。なるほど。提供側もね年々、進化していくから変わるかもしれないし、なるほど。どうしましょう。今ブロックを単体でプラグインで提供という話が出ましたけど、プラグインの販売にするか会場に質問をするか、プラグインの販売します、の販売の話します。プラグインの販売の今後の可能性について、あ、分かんないですね。僕プラグインの販売が僕的には苦戦してるんで特に何も言えることはないです。何で苦戦してるんですか。いや、なんすかね、課金してくるもらえそうな気がしないみたいな。それはフリー版も提供しててプロ版もあるからみたいな。どっちも、なんだろうな、まあ、結局は、まあ、例えばベクトルならベクトルの開発体制の問題もあるし、もう
それぞれ出てくるプラグインで有料になっているっていうもののクオリティが高くなりすぎてるっていうのは感じますね。だから一定もうめちゃめちゃ機能いい機能まで実装して作り込まないと課金してもらえないっていう感覚がある、うん、と今思った今そのなんか売りにくくなってる原因は何かなってなったところで、うん、やっぱりその市場が未熟だった頃はそんなに大したことないプラグインでも課金してもらえたっていうのが、うん、今どこもかしこもドキュメントもあの操作 UI もすごいクオリティが高くなっちゃってるから、うんそこまで持っていかないとなかなかお金を払ってもらえないっていうのは感じますね、うん、だからそこまでをじゃあ僕らだったらテーマとかもパターンもやってる上で並行してじゃあ新たなものを作れるかっていうと、うん、そこまでの開発力コストがちょっと出せないっていうのが今ですね、うんはい、今気づきました。そうなんだいいですね。りょうさんプラグインも単体で提供してますよね。そうですね、何個かプラグイン打ったり、まあ、共同で開発したりが多いかな。プラグインは自分一人で作って打っては何かあったかな、多分ないですけど、まあ、プラグインはなんかそんなにいっぱいは売れないと思うんで、こう月数万売れたらいいかなぐらいを、まあ、でも10個作れたらもうそれで生活していけて、うん、テーマとかってもうそれ1個でもう膨大なメンテコストがかかって、うん、ワードプレスのアップデートのたびにもうひいひいながらやらないといけないけど、プラグインって本当にもう一つの機能に対してのものがまあ基本的なものなんで、もう作っちゃえば意外とメンテコストがかからないものとかも多分いっぱいあるんで、そういうのを狙っていったり、まあ意外となんだろう、ブロック対応できずに使いづらいまま使ってるみたいなプラグインも探せばあるとは思うんで、例えばフォーム系のプラグインとかもなんか結構古いのをみんな好んでずっと使い続けちゃうとかっていうのも、じゃあ新しくそのブロックテーマとかでも使えるようなもっと使いやすいやつなんか一個出てこれば多分それが次人気になるチャンスありそうだなとか思うし、なんかそういうのが多分いっぱいあるから、こう似たようなのあるから諦めるよりも似たようなのあるけどみんななんか使いづらいここって思いながらやってるものは逆にチャンスやと思うんで、それの使いやすい版を出せば結構、まあ、そんな大きくは売れないですけどいけるんじゃないかなと。さすが前向きや。まああれですね、やってみないと分かんないから未来を見てる。まあさっきと同じでそのペインポイントを解消していくっていうので、うん、で小さなさっき言ったようにそのプラグインって一つの問題に対して一つ解決するっていうので、うん、やることが望ましいっていう人も多い中で、その中でもオールインワンでやってる人って言いますよね。なんか1個のプラグイン買うといろんな機能 A も B も C もついてきますみたいな。あるある。なんか思い当たるのあるんですか、うん、いやまあなんかそういうのを作ってる会社もありますけど、ね、まあまあね、もうねごちゃごちゃたくさん入りすぎてね、メンテも大変になったりとかしますよね。はい、大変ですね。中津さんは販売はプラグインは今。そうですね、なんか亮さんの話がものすごいしっくりきて、自分も、うん、あの似たような機能は例えばワードプレスのところで検索、あのプラグインの新規とかで検索して出てくるけども、私ここがここだけ足りないのよみたいなケースがあって、うん、そういう時意外に Google とかで検索するとそれをちょっと数千円とか海外の方なんですけど販売してるのがあって、うん、そちらにお世話になったりするので、うんうん、ないわけじゃない。ただそれだけで自分の5点が立つかっていうと立たないだろうなみたいな。なるほどね、面白い。さっきも話も出ましたけど AI の登場によってね、なんかこの機能欲しいんだよ、でも例えばじゃあ JS リアクト書く能力リアクト不安ですとか、まあ、未だに PHP も不安ですっていう人もそれの力を AI の力を借りることもできるし、チャレンジまずしてみてできるかどうかっていうのはやってみるっていうのも面白いかもしれない。あ、今すごい販売しやすい、簡単にノーコードで
ほら販売のツールとかもできるし、広報だって今もうインターネット主流だからね、SNS ですることができるし、前だとなんかこうカンファレンスに来てなんとか情報仕入れてみたいなのがあった中で、今はもうオンラインのネットさえあればどうにでもなるっていうから、出だしはすごいしやすいなって思ってます。繰りやすい世界になってきますもんね。なるほど。じゃあここまで僕ら多分20分ぐらい話したかな。あと20分ぐらいあるってことですね。でもあと15分ぐらいですね。あと15分、はい、会場から質問取りましょうか。そうですね、はい、逆にこのお三方に聞いてみたいことある方いらっしゃいます？この質問の投げ方あんま良くないかな。なんか自分ね、現状今なんか販売とかしてたりとか、まあ、利用でもいいですけど、悩みを抱えていて、その悩みを解消したいから聞きたいっていうのでもいいと思うんですけど、なんか。いないな。ってことは、あと15分僕ら話せるんですけど、はい、何話しましょうかね。いや、あ、質問上がりました。あ、上がりました。マイクを。ありがとうございます。ですね、最近ちょっとウェブサイトのリニューアルっていうところで、ウェブアクセシビリティをに気をつけろっていうところを言われるようになりまして、あまりワードプレスのテーマとかで、そのウェブアクセシビリティにかをなんていうか対応しているというか、そこに注力しているっていうようなテーマであるとかっていうのは、今まで見られなかったように思うんですけれども、お三方のところにお客さんからそういった要望とかっていうのは今までなかったでしょうか。あれ、りょうさん結構真面目にアクセシビリティ取り組んでますよね。そうですね、ユーザーさんからちょくちょく来たりはしてて、そのアクセシビリティにやっぱりしっかり対応していきたい人がユーザーさんについてくれると、こここうした方がいいですよとかアドバイスくれたりするんで、最初の方はそれ聞いて、あ、そうなんやと思って調べたりして対応したりで、あとは今はワードプレスの公式ディレクトリっていう無料のこうワードプレスのテーマとかを検索したら出てくると思うんですけど、なんかあそこに載っけるには結構厳しめのアクセシビリティの基準をクリアしないとダメになってて、なんであそこにテーマ乗っけれてる人とかは割としっかり考えれる人なんじゃないかなとは思います。いや、すいません、私はそもそもそういうことを考えられているテーマを使ってたり、ちょっと配慮されているブロックを使っているものを使ってパターンをやってるので、そもそもただで乗っかってます。でもただ受託としてはお客様からそういう要望は私も受けて、どうしようかなって考えるのはあるし、あとパターンで言うと、色とかはどうしても誰かにターゲットを絞ってるので、自分が販売してるので言えばアクセシビリティはほぼほぼ無理ですね。例えばトーンの違いとかで見にくいとか、あとはそのブラウザーの設定で優しくなれるかっていうと、もうこれって決め打ちしてるからできないっていうのが現状になってます。そうですね、先ほどその何回かその自分たちの色を出したいというようなことを言われてたんですけど、ちょっとそのウェブアクセシビリティというところで言っていくと、どうしてもその無個性になっていきがちというところがあって、どうしようかなと思っ悩んでいるところでちょっと聞かせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。あれ、アクセシビリティチェッカーのプラグインとかも最近出てきましたよね。あ、そうなんですか。海外の昔からあるけど、ワードプレスのプラグインってことか。そう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 。あとワードプレスのコアコミッターとかも参加してる、アクセシビリティカンファレンスなんだっけ、WP アクセシビリティでしたっけ、とかも海外ではどんどんあって、日本でもどんどん重要になってきてる感もありますよね。そうですね、どんどんアクセシビリティはやっぱり意識する人は増えてますよね。なるほど、ありがとうございます。一応うちも取り組んで水面下で一周とかいろいろやってますよということだけはちょっとアピールしておきます。もちろんまだレディーじゃないけどみたいな、はい、他に取り組み中です。期待ですね、今後。他質問ある方、おお、いる。じゃ
じゃあ先に。ありがとうございます。料金の形態についてちょっとお伺いしたいんですけど、私もウェブの、受託的なことをやっていて、で頼まれるときには、ワードプレスは基本無料で使えるからっていうのがまず話に上がって、で無料のテーマもありますよっていう話もあって、ベクトルさんとかもう、無料のテーマから始めてっていうのでやっていて、 で有料のもありますよって言ったときに、その何ていうか説得材料として先ほど言われていたオリジナルのブロックがあるのでそっちが使いやすいからっていうのを言ったりもしてるんですけど、その時にテーマであれプラグインであれサブスクリプションっていうと途端に態度が固くなって拒否されるっていうのがありまして、でじゃあ代わりに買い切りのもあるのでっていう話するとそっちにしますとかいう話が出たりするので、特に僕は NPO 関係のところとかやってるのでそういうふうにしてやってるんですけど、そのやっぱりその説得、コアの、ブロックで、例としては投稿のリストを出したいとかいうところでコアのブロックでもあるし、その有料 の、 テーマに付属のブロックでも投稿のブロックが あって、でどちらも有料の方が設定項目がパッと出ていてそっちが使いやすいので有料にしませんかっていうのを説得材料にしてるんですけど、そのサブスクリプションと買い切りっていう点で何かこうその、各お三方、四方でも何か思想的なことってありますか？僕機能的な話で、機能が高いからサブスクリプションの方がいいよとか機能が追加されてるからサブスクリプションの方がいいよっていうよりは、やっぱりワードプレスの仕様変更とかでどんどん変わっていったりとか、脆弱性が出て、それに対応するためにこっちも調整したりっていうのがっていうのはテーマプラグイン関わらずどうしても発生してくる問題 でそれがあった時にじゃあ買い切りで、普通に、買い切りでアップデートしてくれる製品だったら、いいんですけど、それが例えば自作で、それ専用に受託で作ってもらったものだったりすると当然じゃあそれしワードプレスの影響でそれがちょっとうまく表示されなくなってしまったっていうのを、じゃあ修正するために修正発注をしたりとか、最近だったらツイッターのアイコンが X になりましたっていうのもあると思うんですけど、そういうのも、結局じゃあうちだったらそのサブスクリプションの価格で、普通に使って困る部分は、標準機能で困る部分は全部カバーして修正していくっていうところがあるので、逆に考えてもらうとそれ以上かかることっていうのがほぼないっていうメリットを訴えてもらえるといいんじゃないかなと僕は思っています。どうですかね、リオ先生サブスクリプション、僕は片方買い切りで片方のテーマをサブスクリプションで販売してるんですけど、開発者的な希望としてはやっぱりサブスクリプションで固定期的にお金が入ってくるっていうのはすごい憧れというかそうなりたいっていうので最初も考えてたけど、まず決済システム作るのが無理で最初は買い切りで始めたんですけど、で、買い切りでやってみてありがたいことにユーザーさんとかが増えてきたりするとサポート対応しないといけない人もどんどん増えていくし、
そのくせ毎回ワードプレスはどん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 こうめちゃくちゃ仕様変更してきよるからもう前がうわーって言いながらまたこのブロック潰れたよとか言いながらそのメンテのコストも絶対にかかるしっていうのでなんか買い切りってしんどいなと思いつつサブスクリプションにしてみてでまあサブスクリプションだとやっぱりサポートしますしませんの対象の判別がすごいしやすいっていうのは一番大きいのかなとは思いつつでもやっぱりサブスクリプションへのこう抵抗感みたいなのはやっぱりあるんだろうなっていうので買い切りの方が絶対的に売り上げは伸びるんじゃないかなと思いつつそう継続でやっぱりサポートをし続けるの、まあ、問い合わせも、ね、対応し続けるのもやっぱりコストはかかるんですけどコストはかかるからサブスクリプションにしたいけど、買い切りですって言った方で売れる金額の方がそれをカバーするんだろうなっていうのは最近ひしひしと感じたりはしています、うん、難しいですね、はい、阿久津さんは会議とサブスクは、もうお二方が言った通りなんですけど保守大変なんですよだからサブスクめちゃめちゃしたいんですけどやっぱり買う人とか買った人の先の人が望むものってやっぱりおっしゃる通り機能、まあ、私で言ったらいろんなパターンが選べるってことが望ましくてそれをやるほど開発力が今なかったりとかそれだけ実際ユーザー獲得できるのかって不安があったりとかしてまあじゃあとりあえず買い切りでやろうかって言って出してやったんですけどまあワードプレスも変わるしそれの変わるためにテーマさんとかも変わって、うんうん、保守大変正直そこで結構赤字になりがちなんで、うん、サブスクだとありがたいなっていうのはありますね確かになんかサブスクっていう言葉はどれぐらいですかもう5年10年ぐらい流行ってるけど、うん、そのサブスクっていう言葉自体が結構ネックになってるかもしれないですよね、うん、その例えばじゃあウェブサイトを作りたいですっていう時にホスティングもだってサブスクじゃないですかあれって言ってしまえば、うん、継続でお金を払っておかないと、サイトが見れなくなります例えば賃貸に住まれている方は賃貸払わない賃料払わないと家住めなくなるプロダクトもそれと似たようなものがあるのかなって僕は勝手に思ってるんですけどあまりそういう認識をされてないですよねちょっと違ったりする時がありますよねまあなのでそれででもやっぱりその、まあ、お三方は提供プロダクトを提供する方で皆さんもしかしたらお三方が提供されているものをその次へまた届ける方だと思うんですよねそこのタイミングでどういうふうに伝えるかが結構差別化、まあ、皆さん側の差別化になるかもしれないしさっき言ったようにその賃料のような感じだと思うのかとかそれともやっぱり買い切り例えばお三方が提供しているプロダクトって皆さん知ってる方もいらっしゃると思うんですけど買い切りを多分その値段でやろうっていうのは絶対無理なんですよね買い切り型にやろうってなったらもっと高くなりますよね多分ねだからそこをどう説得するかそしてやっぱり何かを自分らが使いたいんだったら対価は払わなきゃいけないよねっていうふうに言うことによってお客さんも理解を示してくれるといいなっていうところですよね例えばその提供家のお三方も生きていかなきゃいけないからっていういやでも、うん、まあうちだったら本当年間9000円ぐらいですけど年間9000円であんだけいろいろ不具合とか自動的に対応されるんだったらもう全然いいと思うんですけどねそう提供側はそう思うんですけどねなかなかクライアエンドのクライアントさんには伝わらないんですよねこの努力がみたいななるほど、うん、難しいですね、うん、ありがとうあれじゃないですか、うん、エンドのお客さんが実感するときって死ぬほど不幸が訪れたときじゃないですかでもそれ起きちゃいけないって思うじゃないですか開発チームは不幸が訪れる前にその穴を埋めるぞみたいなそう人知れずところでたくさん穴を埋めてるっていうそうでもなんかね、うん、それをねぐいぐいお客さんに言うのもねどうも穴を埋めましたって、うん、難しいですよね言葉を選ばないとねなるほどありがとうございますじゃあちょっとあとね残り5分ぐらいなんですけどもう一人ぐらいいけるかもしれないですけどさっき誰か手挙げてる方
あ、じゃあ、じゃあすみません、最後っぽいんで、頭ゆるゆるな感覚でお伺いしたいなと思ってます。先ほど受託とプロダクトの作るバランスみたいな話があったと思うんですけど、僕今ひたすら受託してるんですね。で、並行した方が、まあ、その感覚の問題とかいいよねっていうのはあるとはいえ、ぶっちゃけどのぐらいのバランスでやりたいですかっていうところをお伺いしたくて、ちなみに僕はなんですけど、まあ、受託しかしてなさすぎるんで、太いプロダクト1本なんとか手に入れて他のプロダクトを作りたいなってすごい思ってるんですけど、メンテナンスにかかる工数の話も今出てたんで、そこも含めて絡めていろいろお伺いできたらなと思うんですけど。難しいですね。その受託とプロダクトの割合ってことですよね。あ、そうですそうです。ぶっちゃけどっちが好きなんですかってことですよね。そうね、欲を言えばプロダクトだけ作り続けていたいのか、まあとはいえその現場感を残すために最低限このぐらいの時間は費やしておかないといけないよねとかっていう話があるのか、ああでそれが大事だと思っているのかみたいなところ、まあ、個人的なあれでは多分、まあ、販売とかしてる時点で、まあ、プロダクトだけやってたい人間たちが多分開発してるんかなと思うんですけど、そうですね、まあプロダクトの方がなんか自分主体で全部できる感覚が僕は好きで、最初受託とかやってたんですけど、制作会社からまあ独立してまあフリーターからフリーランスになってみて、結局会社でやってるのとあんま変わらんというか、上司の人とやり取りしてたのがクライアントさんに直に変わるだけで、なんかこう思い描いてたキラキラフリーランスみたいに全くならなかったんで、ちょっともうやめちゃって、プロダクト一本に絞ってみてなんとか生きてるんですけど、でもこうプロダクト一本でしばらくやってると、逆に最近ちょっと受託でなんかお客さんのために、なんかその人のためになるなんかサイトとかを作るなんか時間も欲しいなとか思い始めたり、なんかループしていくんじゃないかなとは思います。そうですね。どうですか、8、2ぐらいですかね。どっちが8ですか。自社プロダクトが8で、受託が2、12ぐらいな。なるほど、でもがっつり、そうそう、人のこの状況の依頼に対して、あ、なるほど、じゃあこういう構成でこうやって結果出してやろうみたいなのは、たまにやりたくはなりますよね。まあ、やりたくなったからといって、じゃあその時間が出せるのかっていうと出せないんで、結局断っちゃうんですけど、だから、気持ち的には8、2ぐらいかな。そんな感じですね。まあだから、その時間は取れないので、その代わりにまあちょっとそういうフリーランスの人との連携をもうちょっと取って、声を引っ張り上げるような関係を作っていけたらなとは思ってますけど。はい、阿久津さんは。私はすいません、個人的なただの性質としては飽き性なんで、プロダクトだけ作ってるとは、もうなんか別のやりたいって言って受託に行く、でも受託案件がハードだったりすると、あ、しんどいしんどいってなって、私はプロダクトでマイペースな生活を手に入れたいってなるので、6、4とか今、6プロダクトの方のちょっと多めの方で、6か7ぐらいプロダクトで、で3とか4ぐらい受託だときっといいサイクルなのかなとも思ってます。ループですね、みんな。ループ、みんなループですね。参考に なりましたかね。ありがとうございます。よかったです。でそんな感じで、Q&A やったら15分見事に埋まりまして、はい、そろそろお時間なんですけれども、はい、質問いただいた皆さんありがとうございます。そしてパネリストのお三方ありがとうございます。